でさえ銭湯に入る絶対に使うでしょ。ザン、うわ、ケンゴさんですよこれ。あ川崎の、藤見湯さんっていう藤見湯さん、はいはいはい、そこにケンゴの絵を描いて、見に行きますか。マジ行く、はい、いいっすか。いいっすよ。やっと、はい、あれ藤見湯着いたんだけど、りゅうちゃんどこ行っちゃったんだろうな。いないっすね。いないっすね。ちょっと行っちゃいましょうか。はい、じゃあ行きましょう。今日はね、フロンタレブルーの湯です。まあ素晴らしい。はい、はい、わあ、これですね。ロッカーですね。最初の背番号の天狗の26番、14番、6番と。まさか。あれ いらっしゃいませ。あれ、いらっしゃいませ。何してんの異空間ですね。こんなところに座っていいのかっていう。ダメです。すいません。あの今年の1月にはあの健吾が座っていた。そうですね。今年の1月に健吾さん座って。見て。ほら、ほら、同じですよ。同じハッピーで。ダメでしょ。やっちゃった。アウトだね。あじゃあ、あただいま。こんな感じになってるんですよ。本当ね。うわ、すごい。うわ、すごい。フロンターレショップはすごいですね。見てください、まずこれデサインこれ来たんですか。来ました。来たんすって。デサインが銭湯に来た。デサイン銭湯に入った上にポチャフラですからね、これ。ほら、これいや、これすごいよ、本当に。うわー、ちょっと、今オーナーからねすごいちょっと、いいんすかこれ。デサイン銭湯に入るデサイン、ね、我々が中学時代の時のフランス代表のバリバリのバリバリのね、うん、いや、すげえ。デサイが入ったお風呂に、ケンゴさんが入ったお風呂に入れるんですよ。すごいね。これは絶対来なきゃダメだね、フロンタレサポーターとしては。でね、これ見てよ、ほら、絶対に使うでしょサイン付きだからね、これ。で、これね、田坂さん見てくれていればです、うん、サインかけてください。ちゃんとこれ、ジェフのユニフォームとフロンタレ。そう、これタッピーさん来てほしいな。6と14で、ケンゴさ、入団当時何番でした。26でしょ。ちょっと見てくださいこれ。まさか26番もあるから、ちゃんとこの辺まで抜かりなくやってんだね。間違いないのよ。これちょっと、そしたらね、中行こうかな。これよ、いつの2017最終節でしょ。そうよ、初優勝した時のケンゴですよ。ああでね、ちょっと見てくださいよ、いい風呂沸いてるから。本当、うん、おいで、ちょっとおいで、見て、ほら絵になっちゃってるの。どれどれ、絵にザン、絵になっちゃってるんですよ。そう、これ藤見湯さんのもう今限定ですよ。湿気とかもあるから、うん、やっぱりどうしても書き換えなきゃいけない中で、今日はしかも、まあ、ケンゴがいる下でですよ、フロンターレブルーの湯なんですよ今日。見て、フロンターレブルーの湯、来てよ、見てよここ。もうおかしいだろ。ケンゴさん、ありがとうの中に貼ってもらう。サインの上ですよ。おかしくない。もう優しいもん、なんかもう防水ですっつったら、もう行っちゃうかみたいな感じで貼ってくれる。もうそんでぐらい優しいような。これやばいですよ。けだからこう中島さんって方が書いて、ケンゴが入ってで、ポチャンおかしいだろ。着替えちゃおうかな。デサイーが入って、中村健吾が入って、リュウちゃんが入らないわけにはいかないでしょ。じゃあ、行っちゃいましょう。どうも。藤見湯さん、オーナーのご厚意でですね、入れさせてもらおうになりまして。はい、どうも。すいません。中島さんが描いた銭湯絵です。どうぞ。どうですか？同じものがいるんですよ。あれ？ちょっと待って。ま、なんか先客いるけど、ちょっと。よく来られる？大阪なら怒るのは当たり前でしょ。あ、本当ですか？あ、いいですか一緒、うん、いやめちゃめちゃいい風呂。うわー、マジかこれ。うわー、気持ちいい。これ気持ちいい。マジこの上に、うわー、ケンゴさんですよこれ。これすごいな、これ。いいね。今日気になったんですけど、なんか藤見湯さんの前写真見た時に、富士山が結構あの昼間の富士山というか
がメインだと思うんですけど、そうですね、普段は昼間の富士山なんですけども、はい、実は初優勝のあの日はもうすでに夕方だったわけですよね。おうおう、そうですよね。そんなんで、はい、富士美優さんの富士山もちょっと赤富士になってるという、そういうシチュエーションの中で書いてもらいました。幸せこれ。あー気持ちいい。ちょっとそれ重っ。今年天皇杯で優勝の時の後ろの方が、はい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 、ちょっと深くなって、あ、深い。あ、で、ここに座って、これいいね、すごい。そういうこと、これめっちゃ気持ちいい。これすごい、めっちゃ気持ちいい、これ。あ、気持ちいい、これはずっと入ってるね。だから こうやってさ、剣を見ながらさ、あーでもね、こうでもね、つって、いや、贅沢すぎ。そうだ、忘れてた、作っちゃいました、これ。おの、どうしましょう、これ。好きなところに貼っていいですか。やっちゃいますか、星野さん、いいですか。あ、どうぞ。マジっすか。理事長がいいって言ってる。理事長がいいって言ってる。やべえとこです。じゃあ、いただきます。そうですね、先頭が大事だったんですね。はい、はい、500枚、あの予備組合で作って、皆さんに抽選でお配りさせていただきました。実はあの健吾さんに入っていただいた時もそのタオルを頭の上に乗せて入っていただきました。いや、多分そのタオルを頭の上に乗せて入ったのは健吾さんと多分リュウちゃんだけかな。気持ち悪い。見た、あれ貼ってもらっちゃいました。貼ってもらっちゃったじゃんねえね。自分で貼ったんだ。自分で貼ったの。そう、忘れてた。そう、お願いして OK もらって自分で貼ったんだ。そうだ、見て、特等席すぎないですか、あれ。ありがとうございます、本当に。で、サインないっす。リュウちゃんのサインもうそんなに、もうあのサインがなんかもっと有名なサインができたから鍵にいます。え、シールに。俺ね、ちょっと考えてたんですよ。サインあんの。そうそう、いや、なんかもうちょっと簡単なの。かわいいでしょ。あ、これ終わり、これで終わり、終わりよ。まあ、有名人じゃない、いくつぐらいでいいと思う。もうこれぐらいでしょ。で、下にうわー、すげー、これ何言ってもらえるんだろう。いやー、めちゃくちゃいい風でした、本当ありがとうございました。本当もうコーヒー牛乳、やっぱり銭湯の後っつったらね、このコーヒー牛乳がめちゃくちゃうまいんですよ。いただきます。めちゃくちゃうまい、これ。どうしよう、もう一杯。せっかく作った、そうですね、せっかく作ったんで、富士見のオーナーさん、はい、
ちょっとお渡ししてもいいですか。あ、どうぞ。いらっしゃらないか、うん、星野さんにお渡ししてもいい。じゃあ番台へ。番台、はいはいはい、すいません、はい、じゃあこちらお名前置いておきます。あ、じゃあ渡しておきます。はい、お願いします。じゃあこれをポチャフロ見たよ、ステッカーくださいと言っていただければ、オーナーさんもいればお父さんお母さんもいると思うんで、ポチャフロ見たよ、ステッカーくださいって言ってくれれば、一応10枚ですね、今のところ先着10名の方にいるかいらないか分かんないですけど差し上げますので、ぜひ富士見湯にお越しいただければと思います。それではポチャフロ TV 以上となります。いいお風呂でした。ありがとうございました。